こんにちは、ゆうこです。聞きヨガのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。この聞きヨガは、聞きながらヨガが楽しめるチャンネルになっています。現在は視覚障害の方にもヨガを教えています。今回ご紹介する動作は、ヒップアップ効果のあるヨガの動きです。今回ご紹介するヒップアップ効果のあるヨガの動作なんですけれども、しっかりと体全体、そしてお尻をですね、動かして使っていくことでヒップアップ効果が得られますので、ぜひ皆さんも一緒に動いていきましょう。では、早速動いていきたいと思います。動いていきたいと思います。まずはマットの少し前に立っていきましょう。そして膝を曲げてもいいので、しっかりとまず両手をマットにつきます。この時に一つ大きなポイントです。手のひらべちゃっとマットにつけてしまうのではなく、指先でしっかりとマットを捉えるようにつけてみてください。ではしっかりと膝を曲げてもいいので、指先をマットにぐっと押し付けます。そしたらまずは右足を一歩大きく後ろに引いていきましょう。ここでもう一つポイントです。引いた右足のつま先の上にかかとが来る位置に足を配置してみてください。そしたら左足も90度角度を作っていきましょう。ここで必ずお腹に力を入れます。そしたら右のつま先と左の足の裏でしっかりとマットを踏んで安定が取れた方は、腰に手を当てて上半身を引き上げていきましょう。ここでもう一つお腹に力を入れます。このままでもいいんですけど、もう少しいけそうな方はこのまま重心を下に下ろしていきましょう。ここでキープです。目線は正面。1呼吸です。2 3。はい、では手をまたマットに戻したら、右足を一歩また元に戻していきましょう。そして一旦起き上がっていきます。はい、では逆側、左足を行きたいと思います。膝を曲げてもいいので、まずは両手マットにつきます。そしたら次に大きく左足を一歩後ろに引いていきましょう。そして引いた左足のつま先の上にかかとが来る位置を作っていきましょう。そしてかかとでも後ろに壁があると思うので、その壁をぐっと蹴るようにすると、すごく力が発揮できます。では右足も90度作って、しっかりと両足力を込めたら、必ずここでお腹に力を入れて、息を吸いながら上半身を上に引き上げます。もうきついですね。これだけでもすごくきつい動作になります。いけそうな方はここからちょっとずつ重心を下に沈めていきましょう。沈めるときに前に体重が来ると膝が前に出てしまうので、重心は下です。ではラスト呼吸、1 2 3。はい、では両手をマットに戻したら、大きく左足を元に戻していきましょう。そしてゆっくりと体を引き上げて戻ってきます。きついですね。はい、ではもう一個きついですけれども、では動作をお伝えしたいと思います。では次はマットにお尻をつけます。つけたら膝は立てたままで大丈夫です。そして上半身、背中側はマットにつけてしまいます。ではここで少しは見えないんですけれども、意識として膝の真下にかかとが来る位置に少し意識をしておいてみてください。そしたら手のひらマットにつけちゃいます。で、足の裏と手のひらでしっかりとマットを捉えていきます。で、お尻を引き上げるんですけれども、もう一つ大きなポイントです。これですね、足をお尻をぐっとお尻だけ上げるっていう意識でするとすごくきついポーズなので、体全体で引き上げるイメージに変えてみてください。すると少しだけ楽に動くことができます。はい、では行きましょう。息を吸いながら
お尻から上にアップ。この時に肩や肩甲骨の体重が乗っかっている方はそれで OK です。グッと片側に体重を乗せるようなイメージでお尻を上げてください。そして組み替えたい方は必ずここは緩めていきます。はい、立ちのひらと足の裏でしっかりとマットを捉えて、このまま呼吸いきましょう。顎を軽く引いて天井を見つめて、ワン、ツー、スリー。では一度お尻を下ろしていきましょう。はい、ではもう一度いきたいと思います。ではしっかりと手と足でマットを捉えたら、息を吸いながらお尻を上にアップ。この時に膝ですね、パカッと開きやすくなるので、膝はグッと閉じておいてください。もうこれだけですごくきついですね。閉じるだけでも骨盤も締まるし、より効果的にお尻周りを動かせていきます。はい、もう少し余裕がある方は背中側で両手をキャッチしていきましょう。キャッチできた方は肩をちょっと中に入れ込むようにして組むとすごく組みやすくなります。はい、では顎を軽く引いて鼻先ですね、目線を持っていきましょう。もう一度お腹背中に力を込めたら、最後スリー呼吸いきましょう。ワン、ツー、スリー。はい、ではまず手を解放して肩を外に出して、ゆっくりとお尻を戻していきましょう。はい、そしてゆっくり体を戻して元に戻していきます。はい、ヒップアップ効果だったんですけど、もう結構全身を使うの動作になりますので、すごくお尻以外にも効いてくる動作になります。これが一連の動きの説明になります。お疲れ様でした。今回はヒップアップ効果のあるヨガの動きをお伝えしました。とても運動量の多い、どちらとも動きになりますので、どちらか選んでも、どちらとも行っても、ご自身の好きなように、好きなポーズを楽しんでみてください。では、これで今回は終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。